食器のことなら器屋さん、須藤慎一郎がお送りする器屋さんチャンネル。今日のお題は、冷やし中華を盛り付けるお皿の選び方。夏といえば冷やし中華。例の冷やし中華始めましたというフレーズは、もうどこか頭のここに残っているような気がしますけども、それぐらい夏といえば冷やし中華のイメージがありますよね。冷やし中華ってもういろんな器に乗ってお店では出てきます。ただ真っ白なお皿で出てくるところもあれば、すごい凝ったもので出てきたり、ガラスの器で出てきたり、本当にいろんなバリエーションがあると思います。自分が行ったお店を思い出しても、実にいろんなバリエーションがあったなっていうふうに思うんですけども、今日は、家族の、ためのっていうか、お家で冷やし中華を食べるときにどういうお皿を使ったらいいか、また冷やし中華専用の器を買うべきか否か、とかでいうことについてお話したいと思います。はい、まずですね、じゃあ今日はこれを見てください。はい、ちょっと私の顔見えなくてもいいです。冷やし中華ですけど、平らなお皿に乗ってますね。平ら加減わかりますね。高さがないお皿ですね。悪くはないですよね。悪くはないけど、汁がちょっと今僕が怖いんですけど、こぼれそうになる。今震えてますね。こぼれそうになる。というところはありますよね。なので、悪くはないんです。すごくいいんですけど、ちっちゃいお子さんとか、まあ、ちっちゃくなくても僕でも、もう逆に、今度は年を取ってきた僕のような人間でも、ちょっとしたことでこぼしたり、もらった時に、渡してもらった時にこぼしたりとか、っていうことが考えられますよね。なので、おすすめは、この形ですね。今ちょっと傾けますけど、汁が、スープが出てきますが、まだ落ちませんけど、こういう形、反対から映そうかな。いいですか?映ってますかね。はい。こういう盛り付け、横から見ても、この結構高さなんですけど、このラインをさらにこう上に出てますよね。具材とか麺、今トマトとかが出てますよね。こういったものを、おすすめします。で、形とか大きさとか素材とか色についてこれからお話をしますけど、形はですね、やっぱりまん丸が一番使いやすいかなと思います。プロは楕円だったり使いますけれども、まん丸がやっぱりいいかなって思います。で、ただしまん丸でも深さがちょっとあった方がいいです。先ほど見せたこの浅いのですけど、かっこよい、時々料理屋さんとかもわざとこういう薄っぺらいお皿に乗せてくるんですけど、ちょっとね、家庭で使うには食べにくいところはあるかもしれません。なので、若干深さがあった方がいいです。深さは好みなので、浅くても別に、これがかっこいいわと思われる方はこれでいいかなっていうふうに、ちょっと見ないですね。これぐらいでもいいかなとは思います。で、大きさなんですけども、このようなちょっと深めのものであれば、18センチから20センチ、22センチぐらいまでのものでよくて、ちょっと大きいもの、これですと逆に20センチから始まって24センチぐらいまでのものをお使いになるといいかなというふうに思いますので、よく、お店だけじゃなくてネットショップとかで買うときですね、思ったより小さかったとか、思ったより大きかったって言うんですけど、思ったっていうのが非常に分かりづらいので、必ず何センチで書いてありますので、実際にそれを例えば紙とかそういうものをその大きさに切ったりですね、丸を切ったりして自分のテーブルとか食器棚にその紙を置いてみることをお勧めしますね。はい。じゃないと買ってから後悔が大きいです。大丈夫でしょうか。はい。今、形と大きさについてお話ししました。ついで素材なんですけど、素材はもうこの大体磁器で出てくる、もしくはガラスで出てくることが多いので、どちらでも構わないと思います。あんまり陶器で出てくることは少ないです。陶器と磁器の違いはご存知でしょうか?陶器はこういう、土でできていて叩くと低い音で、磁器は叩くと高い音が出る石っていうか詰まった感じなんですね。のものなんですよ。大丈夫ですかね、ここは。はい。で、磁器やガラスがいいかなっていうふうに思います。で、ここでポイントなんですけど、今この器をお見せしました。そして、こちらもお見せしましたけれども、時々こうなんか周りが赤く、横浜の中華街とか行くとあるんですけど、まあ、真っ赤だったりとか、黄色だったり、グリーンだったりする中華用のお皿ありますよね。
今、まあ、あんまり流通してないんで買う人も少ないと思うんですが、あれはあんまりお勧めしません。というのは、どんなメニューに器を盛るかが大事なんですね。なのでこのお皿にしても、逆にこのお皿にしても、この買うときに、あ、これちょっと冷やし中華にいいんじゃないかと思っても、その他に3つメニューが頭に浮かんだら、そのお皿は買ってもいいなっていうふうに僕は思うので、3つメニューですよ。結構ハードル高いんですよ。3つメニューが浮かんだら買っていいから。例えばこれだったら、もうこれは分かりやすいよね。カレー、パスタ、チャーハン、ああ行くわ行くわ、もう3つ行くわでこれ買いましょう。例えばこれに、例えばステーキ、ハンバーグ、冷やし中華、 OKOK みたいな感じで、頭の中でやっぱ3つぐらいのメニューが浮かばないと、買うに至らない方がいいと思います。よく洋服でもですね、コーディネートが3つ浮かばないと買わない方がいいっていう話を僕は講演で聞きました。なので、食器も同じで、せめて3つメニューが浮かぶようになったら買ってもいいかなっていうふうに思います。なので他の料理の絵の汎用性っていうのを考えた方がいいということですね。特に同系統、今そのあのチャーハン、パスタとかで同じ系統で言いましたけど、そうではない違ったものの系統が3つあるともっといいですね。例えばこれだと冷やし中華、ステーキ、焼き魚みたいな、もう全然違う、和洋中とか和洋エスニックとか洋エスニック、それから中華料理みたいな、まあそういうふうに3つ全然種類のものが浮かぶと、あの買ってからも料理がしやすくなりますので、考えてみるといいかなっていうふうに思います。はい。それからちょっと今日はこの器、ここに金のデザインがちょっと映るかな、金のデザインが入っているんですけれども、映りにくいですね、ごめんなさい、ちょっと分かんないかもしれないですけど、昭和レトロな器をご用意しました。こういったものって結構あの骨董屋さんっていうか、当産地の骨董屋さんっていうか骨董屋さんみたいなところに行くと結構200円300円で売ってたりするので、あの面白いので、もし興味がある方は3つメニューが浮かんだら買ってください。なおこの時代のものは、ここにもあるように縁に金のライン、金ラインがよく入っているのが、これもそこハンコも金なんですけど、これは電子レンジに入れるとパチパチパチってスパークしちゃいますので、電子レンジには使えません。もちろんオーブンにも使えませんので、その辺は了承の上お買い求めくださいね。まあそうやって考えますと、今の世の中、オーブンとかレンジ、それから、食器洗浄機か洗浄乾燥機っていうのに入れることが前提になりますので、どうしてもシンプルなものになり、素材もシンプルで、デザインもこうそういうのに剥がれたりしないような、これはパッド印刷っていうんですけど、パッド印刷とか銅版印刷といったもので、焼き付けをすることが多く、焼き付けとか、デザインをすることが今多くなっております。まあそういうふうに使いやすさも考えて食器選びをしたらいいかなっていうふうに思います。なお今の例でいい、あのまあいいなっていうのと、これにしたらもっといいなっていうのをお話をしていくと、例えばこういったお皿、悪くはないですね。だけど圧倒的にここが浅いですね。先ほどのこれよりもっと浅い。そうするとやっぱりちょっと傾けただけでスープが垂れてしまう。いわゆる、映えがするブルーとかグレーのお皿でも高さがないとやはり若干不安。じゃあ、冷やし中華専用じゃなくてもどうかいいよっていうお皿だと、今度は例えばこういうふうにカレーとかパスタで食べそうなこういう器、結構白と黒っていうのは白ベースで色がついている中華のお皿って結構高いところ行くと多いので、意外とこれ中華、あの冷やし中華いいと思いますね。それから逆にちょっとこう和風っぽいもの、まあ、これなんかも結構面白いと思います。またさっきの同じデザインでもお皿ですね、もうちょっと大きい24センチ台のお皿でもちょっとここに深さがあるので、これなんかもおすすめです。で盛り方によってはですね、こういう大鉢にですね、ここにこんもり真ん中に持って
こう高く持ってあげるっていうのも結構面白いかもしれませんので参考にしてください。はい、今日は冷やし中華を盛り付けるお皿の選び方のポイントを3つについて説明しました。復習しましょう。形は丸でシンプル、深さがあった方がいい。深さの、あの厚みは好みでいいです。大きさはだいたい深いものですと20センチから24センチ、平らなものですと20センチから25センチぐらい、まあ、27センチあってもいいかな、っていうものを選ぶといいでしょう。素材は、まあ、磁器かガラスがいいですけど、陶器でも悪くはありません。色ですけど、シンプルな色とか、白とブラック、白とブルーというデザインが入ったもの。もちろん白と、ゴールド、ホワイト&ゴールドでも構いませんが、そういうふうにコンビネーションだったもの、単色のものですと、もちろん、面の色と合えばというか、面の色が入るような色であれば OK ですので、ブルーでもグレーでも結構いけますので、それはどちらでもいいのでお任せいた、どれでもいいのでお任せします。はい、今日の話いかがだったでしょうか。冷やし中華一つをとっても、これだけいろんな器に盛ってみると、何がいいのかっていうことが僕でもわからなくなってきます。ですが、今日見ていただいたこのポイントさえ頭に入れれば、冷やし中華専用の器を買わなきゃいけないということもないってことが頭に入るでしょうし、だいたい縁が立ってるお皿に乗せればいいんだというふうに単純に思っていただいても結構です。そのぐらい気軽に考えていただいて結構ですので、ぜひ役に立ててくださいね。はい。今日のお話はいかがだったでしょうか。もし内容が面白かったよって方は、高評価ボタンを押していただくとありがたいです。また一番嬉しいのはチャンネル登録をしていただくともっと喜んでしまいます。食器のことなら器屋さん、須藤慎一郎がお送りした器屋さんチャンネル、今日はここまで。それではまた。